霊勢高と世は戦国時代の武将、大内氏の家臣、かには正五位下、左衛門の将位。霊勢氏の本性は、たたらしであり、大内氏の死従、父、霊勢京ゆたが、母方の霊勢家の屋号を称して、霊勢氏を名乗った。永正十年、霊勢京ゆたの子として誕生。性質は、平賀広志娘。早くから、諏訪国の戦国大名。 大内義雄に仕え、その死後は、この義高に仕えた。はじめ、義高から、変気の授を受けて高助、後に、父の一児を取って高豊と名乗った。大内氏の水軍を率いる立場にあり、大英七年には、秋国に進出して、日本島、国府城で戦う。天文十年には、秋武田氏の居城であった、秋里銀山城主となる。天文十一年、義に従って、 天越の出雲国に遠征、ガス山とダジョウ包囲するも国人衆らの裏切りにより、全軍撤退した。高豊は、吉高の養子、晴れ持が乗る船を手配したが、晴れ持は撤退中に歴史している。翌年は、伊予国に進出。秋国人の白い坊とネらと共に、天文15年2月に、平里氏島を、翌16年5月には、中都島を攻めた。しかし、 ガスさんとダジの戦いの敗北によって、四君、ヨシは分弱に走り、大内科中は、相良竹刀らの分自派と、唐高草らの武断派に分かれ、激しい対立が起きる。対立が深刻化すると、両者の暴発を回避すべく、その仲介に奔走するも不守備に終わった。高草無本の噂が、山口の町に広がると、唐高草の中殺をヨシに進言するも入れられる。 ことはなかった。冷静高豊が自陣したと伝わる大明寺の共造後天文20年、東高房がついに決起。高房は周到な根回しを行っており、文字排外では、吉高に味方するものはほとんどなかった。吉高は山口を脱出し、岩見国の吉見正よりを頼ろうとしたが、嵐で船が出せず、長門国の大名寺へと入る。 東軍が大明寺を包囲すると吉高は自害し、高豊は解釈を務めた後、自身も東軍の中に突撃して打ち死にした。その最後は壮絶なものだったと伝えられ、攻め寄せる敵兵が恐れをなすまで戦い、火をかけた胸像に入って、辞世を読んだ後二十文字に滑腹、内臓を天井に投げつけて果てたと伝わる。また、高豊がこもった胸像に続く坂道は、 冷勢坂と呼ばれている。武勇に秀出ていただけでなく、和歌にも堪能であった自由賢備の詩と言われており、その中心ぶりは高く評価された。なお、この元宝は毛利氏に仕え、文字上代を務めたが、永六五年、大友氏の攻撃により、討ち死にした。その後は元宝の弟、元光が次水軍の将として活躍したが、慶長二年。 慶長の役での第一次うる三条の戦いで、討ち死にした、山口県岩国市周東にある、霊勢屋敷跡が、高豊らの館と考えられている。霊勢家刑塚家系は、大内氏の所流で、母方を、ウリン家、霊勢家とする、霊勢京豊が、母の名字を名乗って、霊勢を称したことに始まる。大内広よ、広政、正紀よ、京ゆ正とよ、 広ロ豊ユタカ、ヨシトヨ、レーゼー教ユへ、元宝元光万丈、元幸妻に平賀玄心の娘を迎えていたとされ、妻の弟、平賀清志氏は玄心が武田信玄に撃たれた後、姉を頼って大内氏に仕えたとされる。清志氏は、大明治の剣にて義系が撃たれた後、 朝に逃れ地元農民のために田畑を開墾したことで3年、ネタロウのモデルとして、朝地方に伝承されている。ありがとうございます。